ホうジロクロガメは、石ガメかホうジロクロガメ属に分類されるカメ。ホうジロクロガメ属の模式種。インドネシア、カンボジア、タイ、ベトナム南部、マレーシア、ミャンマー最大高長23センチメートル。オスよりもメスの方が大型になる。廃校は扁平。C 甲板には筋状の盛り上がりがある。後部園甲板はノコギリ状に尖る。 背校の色彩は黒や黒褐色一色。頭部はやや大型。頭部の色彩は黒や黒褐色。卵は、長径が約5 2トル、短径が約2 8トル。妖体は、あばら乾板にもキールがあるが、成長に伴い消失する。妖体やメスの生態は、目の周囲や側頭部に白い反紋が入り、和妙の由来になっている。 オスの生態は、目の周囲や側頭部の反問が消失し、黒や黒褐色意識になる。流れの緩やかな河川、地層、湿原、水田などに生息し、低質が泥で、水性植物の繁茂した環境を好む。植生は雑食で、昆虫、甲殻類、貝類、魚類、カエルやその妖精、動物の死骸、植物の茎、葉、果実などを食べる。 繁殖形態は卵生。マレーシアでは4の6月に1回に1から2個の卵を年に3から4回に分けて産む。飼育下では卵は摂氏25度の環境で112日、27摂氏30度の環境で68から84日で孵化した例がある。XY 型の性染色体を持ち、発生時の温度にで子優が決定されない。生息地では 食用とされることもある。開発による生息地の破壊、食用の乱獲などにより生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に野生個体が流通する。以前は輸送状態の悪さから飼育の非常に難しい種とされた。近年はワシントン条約に掲載されたことにより流通量が激減し、 逆に輸送状態が改善されたため飼育は以前よりは優しくなった。アクアリウムやアクアテラリウムで飼育される。低温に弱いため水中ヒーターなどを設置し保温する。飼育下では日光浴を行うため流木やレンガ、市販の水生亀専用のプラスチック製の浮島などで陸地を用意し、屋内で飼育する場合は局所的で水に強い暖房器具等で 皮膚や甲羅を乾かすことのできる環境を作る必要がある。飼育下では人工飼料や乾燥飼料にも得づく。餌を食べるのが遅いため、多種と複数飼育は進められない。協調性はよく複数飼育でも問題が起こりづらいが、発情したオスはメスを追い回すので単独で飼育するのが望ましい。ありがとうございます。